防音と吸音と遮音は同じなのっていう質問が結構あります。全て違います。全部違うの。ご自身が何を改善したいかを明確にしておかないと、違う効果のあるものを買ってしまう可能性があるので注意です。音についてしっかりと調べてください。